はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、本をね、ヨガの本とか、なんか昔からね、ちょっと体の体操系の本をですね、よく読んでたことがあるんです。体操、今はそんなに読まないんですけど、なんかこういろいろね、体操が載ってる本ってありますよね。例えば開脚の本だとか、開脚ができるようになる本だとかで、それをですね、読んでも全くこう変わんなかった時期っていうのがあったんですね。僕にもあったんですよ、そういう時が。で、なんで変われなかったのかなっていうのを皆さんにね、ちょっとこうお伝えしたいと思うんですけど、それはですね、結局ですね、いろんな本を買っては、もうこういう本とかね、こう買ってはっていうか、もう本当に部屋の中にね、こういう体操系の本をもうすごい買った時期があったんです。でも買われなかったことがあって、で、なんで買われなかったかなっていうのを、一つはですね、まず当たり前のことなんですけど、行動を起こさなかったっていうことですね。行動を起こさなかった、皆さんもあると思うんですよ。例えば開脚の本を買っても、読んで満足しちゃって、行動を一つも起こさないっていう方っていらっしゃると、当たり前なんですけど、本を読んで満足して行動を起こさないってことっていっぱいあると思うんですね。例えば自己啓発の本でもそうですけど、ほとんど自己啓発の本って、こう読みますよね。例えばこう読んで、で、読んでなんか満足して、その内容すらも覚えてないっていうのって結構ありませんかね。例えば僕だったら、水野さんですね、この夢を叶える像とかいうのって結構昔すごく流行ったんですよね。で、流行って、全部読んだんですけれど、読んだ時に、それを今はもう覚えてないんです。何も覚えてないです。どういうストーリーだったのかなっていうのは、なんとなく思い出すんですけれど、あんまり覚えてない。で、なんでかなっていうと、結局ですね、その内容すらも覚えてないってことは、実行してないってことなんですよね。で、一つでもこう実行して、一つその本の中から実行、一つでもね、行動に起こしてれば身になったと思うんですけど、でも何もただ読んで満足しちゃったもんで、何もこう残ってないんですよ。だから自分がその本を読んだっていうことは覚えてても、その内容すらも覚えてないっていうのがあります。何が言いたいのかっていうと、本をね、当たり前なんですけど、本を読んでも、もしそれが行動を起こさなければ、時間の無駄っていうか、読んでも意味がないっていうかね、当たり前のことなんですけど、だから例えば開脚の本でも、なんかこういうヨガの本でも、なんかこれをね、読んで、じゃあ自分でちょっとこうやってみようとか、そういうポーズをちょっとやってみよう、開脚の本読んで、開脚をじゃあこういうあれだったらこれでやってみようとか、あと自己啓発を読んだ時には、じゃあこれでやってみようとか、一つでもいいんで行動を起こすってことがすごくこう大事だと思うんですよ。で、自己啓発の方はね、ちょっとこうあんまり行動を起こして全然あれなんですけど、最近はやっとこの自分で、ヨガの本とか買ったら、それを一つでもなんか行動を起こそうと思って、やってるんですね。一つ、じゃあこの本買って、ポーズとか見たら、じゃあこのポーズをちょっと1週間やってみようとか、こうちょっとやるようにしたら、だいぶですね、少しずつですけど、ちょっとこうやっぱり体とかもね、変わってきたんで、何でもそうだと思うんですけど、本をね、読んで満足するっていうんじゃなくて、本を読んで一つでもね、
ちょっと行動に起こし、一つでいいと思うんで、一つでも行動を起こしていくとこう身になっていくっていうね、ちょっと今日話をねしてみました。もし本を読んでそのままにしてればもうなんていうか読まなかったのと同じっていうんですかね、時間の無駄というかそういうのがあると思うんで、ぜひですね一つでも本を読んだら一つ、行動を起こしてみるってね。僕もなかなかちょっとこうヨガの方はね仕事なんでちょっとこう読んだらこう行動を起こすっていうのはできるんですけど、他のちょっとね自己啓発とかそういうなんかちょっとね系はなんかちょっとやらないことがね多いんで、自分にもねちょっと、ま、戒めじゃないですかあるんですけど、ぜひですねちょっとね本を一冊読んだ一つの行動を、そこの中の一つの行動を起こしてみるっていうのをねちょっとやってもらえればと思います。はい、今日もありがとう。